あ、ごめん、無理。うん、だってこれから彼氏とデートだもん。彼氏紹介？機会があったら。あー、彼氏恥ずかしがり屋なんだよね。うん、写真とかも撮らない人だから、送れないかな。機会が、彼氏来た。じゃあね、またね、バイバイ。お待たせ。おはよう。あ、デートさ、行く場所決めてなかったじゃん。あ、そうだね。ねえ、どこ行こうか、今日。原宿とか新宿とかどう？原宿？竹下通りを歩くってこと？そう、竹下通りをさ、ズイズイズイって歩いていこうよ。歌舞伎町さ、ゴジラに向かってズイズイズイって歩いていこうよ。両方とも素敵な場所だけど、ちょっと友達になっちゃうかもしんないな。知り合いがよくいるから。あんま会いたくない。そっか。仕事の人とかにも会っちゃうかもしれないよね。そうだよね。休日に仕事の人に会って仕事のことを思い出すっていうのは辛いもんね。優しい。あ、心痛い。ごめんね、聞かなくて。こちらこそごめん。だからさ、巣鴨とか、埼玉の山奥の方とか、秩父とかさ、そっち行こうよ。ね。誰にも会わないし。巣鴨か秩父か。それも楽しそうだね。あ、ちょっとその前にさ。これから二人でデートデーでートす。でーす。ストーリー？それ親しい友達だけにしてる？公開。いや、みんなに公開するよ。おお。そっか、あんまりプライあ、ベート、ええー、うん、全然いいよ。仕事の人に見られ、そうだよね、ごめんね。気が利かなくてごめんよ。気が利かなくてごめんよ。いいよ。まあ、テンション上がる気持ちはね、私もすごいわかる。もう、たくやとのデート楽しみだったしさ。あ、じゃあ、美穂もよかったら撮っていいよ。撮っていいよ。撮る。撮らないとね。はい。し、これだっけ。さ、美穂前からちょっと気になってたんだけどさ、美穂ってインスタに俺の手しか載せないよね。拓也さん、天気でじゃん。ああ、確かに結構手は褒められるけど。そう、手好きなんだよね。でも全然さ、載せてくれてもいいんだよ。ね、ちょっと恥ずかしいからさ、ね、彼氏に乗せたら乗るけみたいになるじゃん。あんま乗せるまあ、と。それはそっか。ごめんね、聞かなくてさ、なんかそういうの分かんなくてさ。もしかしてさ、俺がイケメンじゃないから乗せられないとか？違う、顔タイプ。本当に。もう、拓也の顔めっちゃ好きだよ。かっこいいと思う。本当？ほんとほんと。スタイルの感じもすごい好きだし、スタイルって体型ね。体型の方のスタイルね。性格もすごい優しいし、もうドンピシャで好きなの。大好きだけど、言わなきゃダメか。もうごめんね。ちょっと待って。直してほしいっていうか、すごい好きなの。とにかく大好きなの。それ前提ね。好きなの。すごく。俺も美穂のこと大好きだよ。本当？美穂は俺のこと否定しないでしょ？そうね。この前さ、友達のたつきってやつがいるんだけどさ、たつきがさ、俺の洋服ダサいって言ってきたんだよ。いや、俺はさ、洋服すっごい好きじゃん？こだわりもいっぱい持ってるじゃん？なのにさ、それをダサいっていうのは、ちょっと頭に来ちゃってさ、でも美穂はそういうこと言わないから俺は大好き。こだわり持ってるんだ。あ、ただダサいより厄介かもしんないな。おしゃれとか気使ってたんだね。美穂は俺のファッション好きでしょ？メガネの赤をここで拾ったりとか、深さの違う V ネックを合わせてみたりとか、バラのペンダントを添えてみたりとか、いっぱいこだわってんだよ。俺おしゃれだよね。
ね。ね。うん。ごめん。ごめん。もうちょっと本当に心がさ、逆に黙ってる方が痛いわ。あのね、拓也、ちょっと、小田さん。え？あのね、拓也って小田さんかも。え？え？うん。付き合ってからファッション変えればいいみたいなさ、言説っていうかあるけど、やっぱ無理じゃん。人のこだわりをそう簡単に変えられないっていうかさ、てかダサいってこと伝えるんってすっごい大変なのね。うん。でもね、本当に大好きなの。大好きだから言えなかったんだよ。この一週間で二人に言われるってことは、本当にダサいってことなのか。ごめんね、美穂。なんか、ずっと気を使わせてしまってた。あ、いやいや、うん、私が絶対的に悪いと思う。あのね、本当に素敵な彼氏だと思うから、友達にも紹介したいと思ってるの。だからさ、ユニクロに一緒に行こう、これから。服、選んでもらってもいい？うん、一緒にさ、いいなって思うものを選んでいこう。ね。あ、じゃあさ、これ、本当は今日のデートの最後に渡そうと思ってたんだけどさ、お詫びの印というか、受け取って。うん。開けるの怖いなぁ。わぁ！私が中年の頃持ってたイヤリングにそっくり。ほら、ピアスに見えるやつ。それインスタの広告に流れてきてさ、絶対美穂に似合うって思ったんだ。パリスキッズじゃなくてこれ。